コマンドーはアメリカ合衆国のキャデラックゲージ社が設計した四輪式の水陸両用系装甲車である。コマンドー装甲車は装甲兵員輸送車や戦場救急車、対戦車車両、自走迫撃砲などの様々な用途に使用できる。コマンドー装甲車の初期型である V-100 装甲車は1960年代初頭にキャデラックゲージ車のテラスペース部門で設計が 開始された。1963年に試作車が完成し、翌1964年には M706 として正式採用され、量産が開始された。この車両は4輪式であり、M34 トラックと同じ車軸を使用している。水上浮き孔能力も有しているが、車体後部にスクリューやウォータージェットは装備しておらず、車輪の回転によって推進力を得ている。 エンジンは M113 走行兵員輸送車の初期型にも搭載されたクライスラー社製の V8 ガソリングエンジンであり、5速、手動変速機を通して車輪に動力を伝達する。この組み合わせによって V-100 は静地上で時速 100km、水上で時速 4.8km を出すことができた。変速機に関しては比較的早期に自動変速機に切り替えられた。 コマンド走行車の車体は全部に操縦席と助手席があり、小さな防弾ガラス越しに前方視界を確保するが、上部ハッチを開けて、そこから頭を出すこともできる。車体中央部には兵員区画があり、ここに兵員や各種の兵装を搭載する。左右にはドアが設けられており、上半分を後方に開き、下半分を下方に開いてステップ代わりに上降する。 車体後部の左側にはエンジンと変速機が収められており、後方に突出して上部に向いた排気管があるほか、後部右側にも兵員乗降用のドアがある。走行板はカダロイと呼ばれる積層構造の走行板であり、軽量化を念頭に置いて設計されたため、あまり走行は厚くないが、 砲弾の破片や 7.62mm 弾までの消火器の銃撃には耐えることができる。コマンド走行車には様々な兵装を搭載することが可能である。数と乗り砲塔に連装で搭載。二人乗り砲塔に搭載車体に直接搭載走行兵員輸送車として使用する場合は車体上に備えられた。 ピントルマウントに一丁の 7.62mm 機関銃か 12.7mm 銃機関銃、40mm、グレネードマシンガンを装着して使用するほか、車体の左右2箇所ずつに設置された銃眼からの射撃も可能である。このほかにも、国内治安任務用に放水銃や催涙ガス弾、発射用グレネードランチャーを装備した砲塔もある。 V-200V-100 を大型化した型で、アメリカ陸軍の5トントラックから多くの部品を流用している。シンガポール軍からの発注に基づいて生産され、シンガポールでのみ採用された。シンガポールでは陸軍と空軍が V-200 を採用しており、シンガポール空軍の V-200 は RBS-71 対空ミサイルと一門の エリコン FF20mm 機関砲1丁の FN マグで武装している。近い将来、V-200 はテレックス装甲兵員輸送車に更新される予定。V-150V-200 の後に開発された型で V-200 を元にしているが、V-100 の面影も色濃く残している。最大のユーザーはサウジアラビア国家。搭載エンジンは、 ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのどちらかを選択することができる。V-150S と呼ばれる派生型があるほか、ポルトガルでは V-150 を元にしたチャイミテと呼ばれる車両が生産されている。ラブ -300 詳細は、ラブ -300 を参照 V-150 を元に開発された6輪式走行車で、エンジン配置が車体の後部左側から、 全部右側に移転されるなどの改良が行われている。車輪は前の一軸二輪のみで走行し、後ろ寄りにまとめられた二軸四輪は走行しない。並走は基本的に V-100、V-150 のものを流用可能であるが、車体容積の拡大と車輪数増加に伴う、 安定性向上により式通信車への改造や 120mm 迫撃砲の搭載などにより幅広い用途に使用可能となった。ただし、防御力については V-100、V-150 とほぼ同水準である。もともとはアメリカ海兵隊及び陸軍の緊急展開部隊向けに配備される送輪式軽装甲車両の候補として開発されたが、スイス製。 イラーニャ走行車に破れて以降、アメリカ国内の警察機関やフィリピン海兵隊、クウェート、パナマ、ベネズエラ陸軍が採用している。ラブマイナス六百詳細は、ラブマイナス六百を参照ラブマイナス三百の改良型で、砲塔に百五ミリメートル砲を装備することが可能。m 千百十七走行警備車詳細は、m 千百十七走行警備車を参照 V-150。 をもとに、走行強化や、全面窓の大型化などの改良を施した、警備用車両。トゥイは空軍基地において、警備を行う V-100 コマンドを。1968年撮影アメリカ軍の V-100、V-150 走行車は、ベトナム戦争においては、海兵隊や陸軍の前線部隊に配備されることはなく、空軍警備隊や陸軍憲兵などの後方部隊が、 使用していたが、その後ほとんどが走行下半 B に更新されて退役した。しかし、21世紀に入ってからのアフガニスタンとイラクにおける対テロ戦争において、RPG-7 などの対戦車兵器や砲弾、航空爆弾を利用した井戸によるアメリカ軍の前線基地や補給部隊、パトロール部隊の攻撃に対して、装甲半 B の防御力は無力であったため、 V-150 をベースに走行強化などの再設計を行った M1117ASV が新たに開発され、パトロールや輸送車列の護衛などに投入されている。この他にも南ベトナム軍をはじめとして、西側諸国に多数が売却、供与されており、現在でも中南米やアジア、中東など多くの国において現役で使用されている。 現在でもフィリピンなどにおいてはゲリラ相当作戦に従事するなどの活躍をしているがピラーニアの登場をきっかけとした大型八輪式装甲車の普及もあってか比較的余裕のある一部の国では第一線部隊から憲兵隊や準軍事組織などの広報内視2 0 0級の部隊に格下げされることも多いサウジアラビア国家警備隊の V-150 コマンドポルトガルが V-150 を元に開発した、プロビアチャイミテこの他多くの西側諸国が採用している。V-100、V-150 関連、V-200 関連、ラブ -300 関連。ありがとうございます。